こんにちは。沼の住人、トンちゃんです。このチャンネルでは、国産のオールドレンズを紹介。どうぞ、最後までお付き合いください。今回紹介するオールドレンズは、ペンタックス、スーパーマルチコーテッド、タクマー、28mm、F3.5 です。1971年発売。最短撮影距離、0.4 メートル。重量、212g。7分7枚。絞り範囲、3.5 から自由6。レンズ前方にフォーカスリング、後方に絞りリングが配置されています。フォーカスリングの回転方向は、左に回すと、0.4 メートル、右に回すと無限遠。絞りリングの回転方向は、左に回すと、3.5、右に回すと自由6。絞りバネ、5枚。フィルター径、49mm。レンズコーティング、マルチコート。SAMC タクマーの後期型になります。その他の細かいデータを知りたい方は、ネットで検索していただき、ここからは作例をご覧ください。まずは、このチャンネルの共通作例から。設定は、シャッタースピード、4分の1、ISO 感度、200、F 値、開放、ホワイトバランス、3200K としています。厳密に、とはいかないまでも、レンズのコントラストを比較するために、フリー素材のカラーチャートをプリントアウトしました。皆様もお手持ちのレンズで試してみてはいかがでしょうか。オールドレンズを始めるならタクマーから、という方も多いほど、人気で、マニュアルフォーカス、初心者にも使いやすいオールドレンズです。前期型から、設計変更により、コンパクト化され、重量が軽くなりました。コーティングも増え、鏡頭も変更したことから、フレアは出るものの、ゴーストの出現を、これまでのシリーズより抑えられるようになっています。コントラストや発色も良く、高い描写力を持つレンズです。いかがだったでしょうか。最後までご覧いただき、ありがとうございました。